ソニーショップ星は店長の片山です。ソニーの 4K テレビ X9300 で、こちらのテレビ、まあ、テレビ以上のことができるこちらのテレビで、プレイステーション4のコントローラーとグラビアをつないでゲームをやってみたいと思います。つなぎ方はとっても簡単です。ホーム画面、設定、プレイステーション4のデュアルショック4、コントローラーを追加、 USB ケーブルが接続されてないことを確認し、ライトバーが白く光るまでシェアボタンと PS ボタンを同時に長押しを行ってください。コントローラーの PS ボタンとシェアボタンを両方押します。はい、ライトバーが点滅し始めました。これで接続が可能になってます。十字キーを押すと動きますし、こちらパッドのところを押しましたらホームに戻ります。これでこちらのリモコンの同じような操作ができるような形になります。当然ジョイスティックの方も問題なく動きます。スムーズです。ソニーのテレビにしかないプレイステーションナウ、テレビでプレイステーションがなくてもプレイステーションのゲームができるアプリケーションソフトになってます。プレイステーションネットワークにサインインという形で、もうすべてすでにお持ちの方、プレイステーションネットワークの ID、パスワードを打ち込んでログインをいたします。はい、お持ちの方はプレイステーションネットワークのメールアドレス、パスワードを打ち込みます。はい、これでサインインいたします。ここでプレイステーションナウの少し簡単にご説明をしてみたいと思います。グラビア本体でプレイステーションゲーム機がなくっても本体とゲームのコントローラーでゲームができると言われるものになります。当然無料のゲームっていうのは、まあ、お試し版っていうのはあるんですけど、有料という形になります。ゲームのサービスは定額制サービス、レンタルと2つのお金の支払い方があるという形になります。定額制サービスの方は今現在162タイトルぐらいゲームタイトルがありまして、その中のゲームを1ヶ月間2500円で遊びたい放題、3ヶ月で5900円の支払い方があります。もう一つの支払い方はレンタルっていう形で、4時間ぐらい1本のソフト4時間ぐらい遊びたいよねって言われた時には、一番求めやすいもので216円からという形になります。ちなみに定額制サービス、これだけのゲームがあります。今は162タイトルになっている。バイオハザード、こちらの方で、まあ、当然定額サービスで楽しめる、またはレンタルで楽しめれるというのがありますので、レンタルの場合でしたらここで4時間7日30日30日使おうとすると648円かかりますよという形になっています。接続テストということで、こちらの体験版のソフトの中のキルゾーン3シングルプレイ体験してみたいと思います。レンタル4時間のみ無料でプレイすることが可能です。店長、 FPS とても苦手なんですけど、まあ十分楽しめました。コントロールの反応もよく素晴らしいと思います。ぜひプレイしてみてください。こちらのテレビは Android TV っていう形になっておりますので、もう一つ Google Play Store から Android のゲームアプリをダウンロードすることができます。今日はこちらのゲームロフトのゲームをアスファルト8
カーレーシングゲームになります。アクション RPG のダーククエスト4。ソニーの 4K ブラビアがありましたら、テレビ以外にもこんなゲームで楽しんでいただくことができます。非常に素晴らしいテレビです。ぜひソニーの 4K テレビブラビアご購入をよろしくお願いいたします。岡山にありますソニーショップ西和に来ていただきましたら、私がこのテレビの素晴らしいところをご説明をさせていただきます。ぜひ遊びに来てください。今日は以上です。バイバーイ。